はい、こんにちは。では今回も単語の、素敵なステップをやってみましょう。とりあえず前回から無理に続いてるわけではありませんが、一応前回のこういうふうに、とにかく角っこというかね、第一 LOD の終わりの角っこを向いてね、前回の復習すると長くなりますが、こういうふうにして足をボーンとキックして、女性は左足かな、左足に立って、男性は右足外側に、ね、でそこで体を回転して、女性が右足を中に入れれるようにして、あたかもワルツのスピンタンの第4歩目ですね、ナチュラルスピンタンの4歩目の、つまりカウント1の同じような状況になって、スローで回った、ここで旋回終わってますので、ここからクイッククイックで右スピンをしましょう。クイッククイック、さらにスロースローと右スピンをしたら、要するに4歩するんですが、最初クイッククイックで、次もクイッククイックでもいいんですが、忙しいのでもうスロースローゆっくりね。そしてお決まりのランジロールね、このガチョーンってやつね、これをしましょう。これはクイッククイック、クイックとクイック、スロースローですね。ここで女性、ここをバーッとこうね、これ横に開く感じにして、これも長く強調して、スロースローとでストップロックというやつですね。そしたら、女性ビーニーズクロスというか、まあリバースターンと思ってもいいんですが、ワルツターンタタをしましたら、リバースピボット1、そして234で、シュラッグですね、バイーンといって、スロースローとで揃えたら、もう一回ブルンといきます。そしてスロースローでまた寄せたら、バック、これちょうどバックコルテの1歩目だと思って、2歩目、3歩目、4歩目をして、スロー、スローで、ゆっくり角っこに向かって PP になりましょう。そしてその後、これですね、まあ、よくあるパターン、フォーラウェイウィスク、これですね、このスロー、1、2、3、4とやって、スロー、スローとランジをして、PP になって、また新しい LOD の中央斜めに行く。混乱するとねいけませんけども、ちょうど先ほどやったストップロックも、このフォーラウェイウィスクというのから回り込んでガチョン、こうしますね。なるほど、だからそれと一緒のフォーラウェイウィスクなんですが、回転を継続しないで角っこにまっすぐ行きますね。もう一遍軽く反対向きにしようかな。ですから、ね、こういう状態になってるのね。角っこに向かって、女性が、じゃあ男性が右足前進ね。で、4歩で2回転ほどのピボットをしますが、最初クイッククイック。クイッククイック、スロースロー。そして、まあ、方向ね、細かく言うと大変ですけども、コーナーで、短い LOD に今、向いてるね。こっちから来てますから、短い LOD の壁斜めあたりに向かって、ガチョンね。先生、もうちょっとしっかりやってよ。ね、ガチョンとして、バッ、ね。そして、タン、タタ、バッ、バッ、バッ、ね。そして、バイーンと来て、スロー、スローと、ブルン。でスロースローバッククルテの、そしてスロースローでちょっと足りなくなってしまいますが、ちょっと向こう行こうかな、角っこに向かって、ちょうど第2 LOD の今終わりだと思えばいいので、スロー でこの部分を、そうそう、先ほど説明し忘れましたが、この部分をこのように味付けしましょう。ただそのままスロー1234も悪くはありませんけども、もし競技会やコンテストやデモンストレーションで使うなら、もうちょっと味付けした方がいいですもんね。だこれをまずスロー、クイック、クイックでビシッとね、ここをパッ、ね、そしてこの斜めのスウェーのままね、このまま3、4、そしてスロー、スロー。あー先生いいですね。バッ、ね。今ちょうど向こうにカメラがあると、陽子先生の美しいランジが見えたので、こっちから行こうか。角っこちょっとランジが見えるように、本当は斜めなんですけど、ちょっと見えるようにこっち行きましょうね。
ですからスロー1、バ、2、3、4、そしてスロー、スロー、ブルン、ね、女性はランジちょっと大変ですけども、こういうふうに立ってそのまま膝はあまり曲げないで、こういうアーチのようにね、弓なりになってビヤーっといくといいですね。まあいい先生いいですね。こういう感じで頑張りましょう。